ゆてん TV をご覧の皆さん、どうも。コロナが落ち着いたら会いましょうは、新手の断り文句、ゆてん T でございますってことでね、この言葉を聞くたびにね、もう完全に俺の心の中はもう怒りで溢れちゃうよねっていう話だからね。だからね、マッチングアプリの Tinder とかをやっててね、まあこういうセリフをもらった時にはね、それ以前にね、もう完全にドストレートに断ってくれよっていう話だよね。まあ今回ね、この UTNTV を通してね、まあてめえたちにね、伝えたいのが、いよいよね、フィッシャーズのペケタンがね、重い腰を上げてね、まさかのね、そのフィッシャーズのチャンネルでね、謝罪動画上げちゃったよねっていう話だよね。その動画をね、遅ればせながらさっきちょうどね、その動画チェックしたよねっていう話なんだけど、ただね、もうその動画を見てね、この U20 が抱いた感想っていうのが、もう完全に胸クソでしかなかったよねっていう話だよね。まあその動画をね、本当にもう見るたびにね、胸クソというか、もう苛立ちがこみ上げてくる感じだよね。っていうのもね、まあどういうところがね、この U20 をね、イラつかせたのかっていうと、もうまず第一にね、なんでてめえはシルクと一緒にその反省動画出てんだっていう話だよね。そもそもてめえがやらかしたことじゃん。なのに、なんでね、そのシルクが一緒に出てきて、何気にね、その責任を負わせてんだっていう話だよね。まあ当然ね、そのグループのリーダーだから、まあその連帯責任をね、負わなきゃいけないっていうのは、もちろんわかるんだけど、ただね、てめえがやらかしたことなんだから、てめえ一人でその動画出ろよっていう話だよね。だからね、本当にそのね、リーダーのシルクと一緒に出てる時点で、まずその反省の色っていうのが、もう全く伝わってこないよねっていう話だから、その視点で、もう俺はね、その動画を見て、もう完全にもう苛立ちしか覚えなかったよねっていう話だよね。まあ、この U20TV を見てるてめえたちもね、中にはね、その謝罪動画をね、まあ、見たやつもいるかもしんないんだけど、まあ、捉え方はね、まあ、当然人それぞれだと思うんだけど、まあ、とにかくね、この俺が見た感想としては、もうガチで苛立つし、胸クソでしかなかったよねっていう話だよね。だからね、本当に反省してるような様子っていうのが、もう全く俺には伝わってこないし、結局ね、シルクが言うにはね、まあ、今後6人でフィッシャーズは活動していきますみたいなことを言ってたんだけど、ただね、今のところ発表されてるのって本当にもう活動休止だけじゃんっていう話だからね。その、まあ、ペケタンに関してはね。なんかね、そういうちょっとね、もやもやした感じで終わらせるのもちょっとマジで良くないよねっていう話だよね。だからね、本当にそれだったらね、もうスパッとね、ここは潔くもう脱退した方がいいんじゃないかなっていう風に俺は思うんだよね。だし、例えばね、その他のモノモース系 YouTuber もね、何人か言ってたんだけど、ペケタンはね、本当にここでね、けじめをちゃんとつけて、例えばそのウームだったりとか、そのフィッシャーズ側もね、重い決断をね、例えばそのメンバーとして復帰をさせないだったりとか、事務所を解雇するだったりとか、そういうね、本当にめちゃくちゃ重い判断を下さないと、これ本当に俺の直感なんだけど、ペケタンは多分、また同じことを繰り返すと思うんだよね。これ本当に冗談抜きで思うんだけど、ね、もう完全に、俺の直感がもうそう言ってるよねっていう話だから、だって今回のやらかしたのもこれ初めてじゃないわけじゃん。明るみになってるだけでもこれ2回目だよねっていう話だから、明るみになってない闇に葬られたオフパコとかも、多分これ結構掘り下げたら何件もあると思うんだよね。だから、こういうのってまた、例えばね、その何ヶ月かの謹慎とか活動休止だけだったら、絶対にこいつは繰り返すよねっていう話だし、だって現にね、まあこれは偏見かもしんないんだけど、見るからに陰キャオラで溢れてるわけじゃん。だし、もうね、完全に繰り返しそうな顔をてめえはしてっからっていう話だよね。だからね、本当に、そういうオーラでしか溢れてないから、マジでこういう俺の直感っていうのはね、俺の感って基本的にメンヘラ女子よりもね、もうかなりの高角度で当たるよねっていう話だから、だからね、そういうメンヘラ女子より鋭い感を持ってるこの U20 が言ってるから間違いないよねっていう話だから、だからね、こういう、またしてもね、その第3、第4の被害者を出さないためにもね、マジで、もっとね、重い制裁を下した方が本当にいいと思うんだよね。まあだから本当に思うのがね、本当にそのペケタみたいなね、そういう陰キャが急にね、なんかモテたりとかして、女の扱いも知らないまま勘違いしちゃうとね、結局こうなるよねっていう話だよね。
だからね、マジでそういうね、女の子とどうやって接したらいいかだったりとか、もうそれ以前に男女問わずに、その人と人とのね、コミュニケーションの仕方っていうのを、マジ今一度ね、考え直した方がいいよねっていう話だよね。だからね、もうそこをね、覚えるところからマジてめえやり直せよっていう話だよね。だからね、本当に今回発覚したようなこともね、本当に、ね、人間として最低なことてめえやってっからっていう話だからね。だからね、もう本当にそういうね、人と人とのコミュニケーションの基礎からね、マジで学び直せっていう話だよね。それをね、理解するまでは本当に表に出るべきじゃないと思うし、だからね、本当に、例えばね、以前のね、真琴くんのね、処分みたいな感じで、もう一定期間反省したらね、また復帰させるとか、もうそういう甘い考えはまず捨てた方がいいと思うよね。じゃないと、顔から見てわかるのが、もうマジでね、何回も同じこと絶対繰り返すからっていう話だし、だからね、こういうのを二度と繰り返さないためにも、そして、また、ウームのね、他の YouTuber が同じようなことをしないためにもね、本当にこういうのはね、もっと重い制裁をした方が俺はいいんじゃないかっていうのをね、もう本当心から思うよねっていう話だよね。まあそんな感じでね、まあ今回はね、そのペケタンのね、謝罪動画がもうガチで胸クソだということでね、連続にはなっちゃうんだけど、もう今回ばかりはね、物を申さずにはいられないよねっていう話だったからね。だからね、まあ今回ね、この YouTubeTV ね、まあ撮ってるよねっていう話なんだけど、もう本当にね、動画に出てるシルクもそうだし、他のフィッシャーズのメンバーの顔にも泥塗りすぎだからっていう話だからね。だからね、もうここはもうほんと潔くね、責任を持ってもう引退した方がいいんじゃないかなっていうのは、まあ俺は思うよね。まあそんな感じでね、まあ、もう本当にね、見れば見るほどね、もうクズ極まりないよねっていう話だし、やっぱりね、本人のね、そのペケタンの顔面とかを見れば見るほどね、もうクズオーラに溢れてんじゃんっていう話だからね、だからね、もう本当にね、本人にはもう今回のことはね、もう反省してもらわないといけないよねっていう話だからね、まあフィッシャーズ自体ね、今まで実は結構俺は興味がなくて、まあかなりノーマークだったよねっていう話なんだけど、まあただね、今後もね、このペケタンだったりとか、そのフィッシャーズにね、まあ動きがあればね、また追っていきたいと思うし、またね、こういうクズ YouTuber をね、また晒し上げてはね、このモノモノ系グローバルチャラ男の U20 がね、もう全力でディスって差し上げるよねって話したからね、まあまたね、そういうトピックに関してもね、またこの U20TV を通してね、まあてめえたちにね、お届けできればと思いますんで、またぜひチェックしてもらえたらと思います。それではね、またネクスト U20TV でお会いしましょう。 See you! 少しでも変えた状況 On the my way